オーケー。はい、それじゃあやっていきましょうか。で、お宝取って、あとはどうしようかな。今表示されたってことは飛べんのかな、ここ。飛べるんなら、他のところちょっと見て回りましょうか。飛べないな。飛べ、あ、この上だな。ここまっすぐ行ったところにいるな。こっちで合ってんのかな？え、違うのかな？ん？いや、違うな。この段差の上か。いや、こっちはなんだ？これ上にも何かありますよね、ほら。この、ぐるーっと、階段になってんの。どうなってんだ？いや、違う。いや、ここら辺のね、確認していくの結構面白いよね。違うな、俺。こっちに向いてんだよね。多分。ここ階段でずーっと行けたのかな。そんな感じですよね。で、どうしよう。あれは後でいいか。こっち、忘れる前にクエストをやっておきましょうか。ノポンが連れさらわれたと。いうことらしいんで。一応助けておきましょう。ありがとうございます。あ、ここ飛べるんだ。飛べるんなら戻ってもよかったな。多分ここら辺。近いよね。近くない？あ、これだ。ここ、いたいた。またやんのこれ。ドルルは食べ物ではない。桃。イグーナいいよな。仲間になるやつ出てこないかな。欲しいな。欲しいですね。ブレイクダウン。ライジング持ってないんだね、誰も。そこら辺もいつか考えてやりたいところですが、残念ながら、そんな余裕はないと。ブレイドの枠が左下の方にね、二人顔がね、出てるんですけども、あの下の方にね、もう一人いるよね。多分。もう一人追加できると思うんだよね。そうしたら、おそらく、ドライバーコンボとかもやりやすくなるのかな？切り替えてとか間に合うのかな？試してみないとわかんないけど。意外と早そうなんだよね。ゲージが消費されるの。ドライバーコンボ。間に合うのかどうかわかりま、あれ？どういった？いやいや。ドルル。もうこれでいいの？イグーナは、ノポン食べるんだ。あ、違うんだ。あれか。輸送していたものを奪われたんだ。今の傭兵団にお金を投資してるんだね、多分。で、将来的に美味しい目に遭おうと企んでいると。この先に何かあるのかないのか。なんだかありそうな、ないような。ここで、アムロしてますね。これは？あ、これイグーナなんだ。怖っ。ん？何もないのか？あ、階段みたいになってんだ、あれ。これすごいね。上にアルスがいるんだ。階段ではないのか。足みたいになってんのかな？で、ここはどうなってんだ？あ、ここ行けるんだ。行けても何もないんじゃないか、これ。まあ、
飛べるからいいか。で、こっから、地図の色的にはこっちから行ったら上にたどり着くのかな。こっち何もないよね。先に何もない方を見ておきましょうか。うわ、竜みたいなの飛んでるんだけど。え？あ、違うんだ。こう、葉っぱが敵に見えた。おお、これすごい。すごいけど怖い。41か。10番ぐらいのレベルの敵なのかな、これ。あ、ちょ、怖い。怖い。怖いけど、行っちゃう。で、この先何があんの？あそこ飛び込めるんじゃない？あそこから、上から。ぴょーんって。で、飛び込んだら何かが出てくると。リープピピット。ちょ、来ないで。怖い怖い。敵ではないと。今の橋って言ったよね。何か訳ありなんでしょうか。ここは？怖え。聖域の王冠。やりましたね。やったのか、俺は。あれ、蜂の巣だ、多分。うわぁ、ちょっと待って、危ない。危ないけど、別に何もないっていうね。何もない。あ、お宝がある。コアクリスタルか。アニタニってこれなんだ？あ、人がいる。最近、ドゥ。アローモ。質問がある。水テントでジュースに入れたら美味しいと思う。テント入り、いや、美味しくないでしょ。ダメだと思うも。でも、ジュースのプロじゃない人の意見だから、あまり参考にならない。あ、そうなんだ。美味しいんだ。よろしくも。ん？この人何か、ウエストか何かで関係があるのかな？おえ！これ落ちたら、落ちれない？落ちれないな、これ、うまいこと。無理？この下のさ、中に入れない？入りたいんだけど。いけるか !1700! 死んでまう。あ、いけた！いけた！サンゴの聖域。これはすごいよ。楽園ではないか？で、何もないと。あ、あそこに何かある。何かあるよ。ほらほらほら、水の封印石。そういうことなんだ。何かあるね。ということは覚えておけばいいことがあったりなかったり。他はどこにないかな。あ、ここ行けるんじゃない。行ったとしてもあんまり何、あ、あそこ行けるんだ。これ飛べる？行ける。楽しい。特に何があるわけでも。最終ができますよっていうぐらいかな。まあでも楽しいよね。あ、でもこれ壁画になってんのかな。ねえ。関係あるんでしょうか。ダークヤモリ。と、まあ、それだけですね。まあ、楽しいよね。綺麗でしたと。ほら、すごいよ、綺麗。化け物が邪魔なんだけど、まあ、それ以外は、いいところと。他は、74。やべえ、ここ。
35でしょ？はい、じゃあ戻りますね。ここにはサンゴの何かがありましたっていう。聖域の王冠ね。今度はすぐ飛んでいけるってことだよね。よかった、よかった。で、ですね。もう一回見よう。反対側に行くんだね。多分。で、天候橋、あの、坂道を上がっていくんじゃない？多分。あ、人がいる。ノポンがいる。暴れて紹介から来たんだ。嫁の兄貴の親友の彼女の妹の彼氏のいとこである地蔵っていうノポンを探している。うん。冒険が好きでふらっと旅に出る癖があるんで、数ヶ月間戻ってこないから探しているっていう、そういうことのようですね。すみすみ。イグーナを観察とか、お前。食べられるだろ、それ。どこにいんの？すみすみ？え、こんなとこにいんの？ってことは手前じゃん。戻りましょうか。どうだ？この下らへん？ん？下なのか？上なのか？なんか上っぽい。違うな。こっちか。あの奥に何かいんのかな？地図がわかりづれ。こっち、あ、あそこに何かあるんだ。ほら、光ってるよね。あれ、イグーナの穴なんじゃない？穴蔵。違う？見すぎ問題。ここに入っていけっていうの、お前。マジで言ってんの？すいません、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 やります。しょうがないな。行けるところまで行って無理そうなら逃げましょう。ちょちょちょ、どせい。これあれだな、指揮は持ってないのか。あのドライバーコンボ多分持ってないよね。そこら辺のリアクションも見ないとダメだな。なるべくなら何かあった方がいいよね。ブレイクダウンぐらいはできれば。ほら、ダウンしてる間多分攻撃されないんだよね。これ結構でかいよね。今さら気づいたけど、ダメージよりもそれの方が重要なんじゃない？そんな気がしてきた。で、この中は罪人。無理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 。これは無理。これ無理じゃないか。いけるか？いけんのか？いけてしまうのか？あ、いけた。この像はお腹が減ってそうだし、何かお供えしておくか。行方不明のノポン。え、何これ？え？ 100 を上げないといけないの、これ。マジで言ってんの？え？あ、これなんか多いな。ピカピカジュース。あ、これ多いね。キラキラ。砂糖はいまいちなんだ。ノポポンロール。メロンパフェ。あ、メロンパフェ結構いいんだね。シャリシャリジュースとか高いんじゃない？これ。ね。
多分。今のところはちょっと足らないな。じゃ、シャリシャリーズジュースを渡しに来ましょうか。ここ怖っ。なんなのここ。ボスいるんじゃない？ボス。ない？いない？あ、ほらほら。シュラオスレイド。ほら、いた。敵が。レベル80のボスがいる。あれが親玉なんだ、多分。ほら、トサがついてる。赤いよ、あれ。すげえな。まあ、やめておきましょう。で、戻って、ちょっと遊びすぎたな。行きましょうか。あのノボンはまああそこに置いといて行きましょう。いや、ここ楽しいね。敵が半端なく強いのがいっぱいいるけど楽しいですね。レベルもちょっと上げないとダメかもね。今レベルいくつだっけ俺。レベル 20? あ、でも22あるのか。寝たらちょうどいいのかもね。ちょっと寝てくるかな。ねえ。中途半端なレベルだと苦労しそう。わ。悪いのいるよ。あ !23。ドライバーのユニークモンスターいるんだ。あれやろうよ。インビディア、すごいね。豪華だね。こんなの何年かかるんだっていうぐらい。とんでもない。階段なのかな？どこに通じているのか。あれ？ユニークいないな。来ないの？あれ？おーい、ユニーク、どういった？あれ？いないな。ん？あ、いたいたいた、いた。バカがいるよ。どこまで行くんだろう。見ようか。暗殺。あれ、襲ってこないよね、向こうのやつ。もうやるか。来いよ。なかなか強そうだよね。勝負だ。結構強いんだろうな。おお、なんか撃った。あれ必殺技かな。多分そうだね。水先に打っとくか、もう。ブレイク出ないってことは、うん、打ってないのか、もしくは何か。あ、今打つんかい。ダウン、誰か持ってんだな。まあ、今の感じだとあれか。アナが持ってんのか。向こう。弾かれるんだよ、なんか。これがめんどくさいね。飛ぶんだね。向こうに連れてったらダメだよ。ダメダメ。土でもいいのかな。で、遅めに火を打って、で、花で締めと。
それでいいんじゃないですか。弾かれるとゲージがたまんないんだな。大変だね。間に合う？ほら、お願いしますよ。ギリギリでつなげておいて、ホラーにお願いしますと。まあそんなに危なくはないね。あー危ねえ。間に合うよね。大丈夫だよね。ギリギリなんだけど。間に合うか？間に合わないんかよお前。ふざけんなよお前。今守ってガードしてたのかな多分。こういうこともあるよね。まあしょうがないな。はい、撃って。ヘイトを稼いでもらわないとね。9740。いいんじゃないの？いい、やってないよね、俺。いい、やっとくか。なんか、当たらない。ヒートブレイク。オーケー、いいよ、いいよ。これで、俺が3に何度かしてから、チェーンアタックをしたいんだよね。間に合わんか。いけるよね。なんか、煙吹いてんだけど。OK! これで、チェーンなんとか、チェーンアタックやろう。やれるよね。おお、いいね。これ何したらいいの？安泰のをやれればいいんだよね。あ、だから水でこれでいけんじゃない？ダメ？ああ、だから何狙うかランダムなんだ、これ。いけてんのか。じゃあ、ホムラで。まあ、じゃあ、土もう一回でいけんじゃない？3なんだよね、多分。ポイントが。デストロイ！じゃあ、はい。無理？あ、もう倒してんだな、もういらないや。あ、いけた。もういいよ。アメイジン！もういいよ、終わって。もういいよ、いいよ。無理しなくていいよ。おお、いいね。え、またやったの？これ長いな。ホタルちゃんやる？ホタルちゃんで終わりかな？え、まだあんの？もういいって。いらないって。いらないんだけどな。とどめ刺したからいいのかな？はい。この時間はたまらないね。まあまあいいか。いい勉強、練習になってるな。あの属性玉が3ポイントなんで、で、半属性を打ったら2ポイント削れるんだよね、多分。普通のやつは1ポイントしか削れなくて、あと、玉がいっぱいあったらランダムなんですよね。どこにヒットするか。でも、半属性だと、ありがとうございます。2だったら水のところを必ず狙うみたいな。おそらくそんな感じだと思うんですよね。だから、コンボも、何？ドライバーコンボも、
チェーンアタックも、半属性割るのも考えて、全部、なんていうの、編成しなさいよっていう、そういうことですよね、多分ね。とんでもないよね、このゲーム。まあでも、そんなところまでやんなくても、クリアはできるよね、多分ね。さすがにできるよね。危ないな。あの鳥は襲ってくるよね。やめてくださいよ。ザイークアンセル。これそういえば初めて戦うのかな？見てたけど戦ってはいないよね。なかなかとんがっててかっこいいね。ブロー。キャンセル特攻って書いてるな。これ弱点ないんだね、特に。弱点ないって一番めんどくさいよな。ブレイク、オッケー。あ、ダウン。お前撃つんかい。あ、風でもいけんだな。でもさすがに間に合わんか。間に合ってるし、すげえな、俺。なんで間に合ったっていうね。おお、いいね。アタックウィズザウィンド。いい加減に首都に向かいましょう。これもなんかコントローラーの調子が悪いな。で、ここ降りて、おそらくここら辺に、もうゴールじゃない？まだ？どれどれ？結構やってるよ、俺。もう1時間以上遊んでんじゃないかな。たどり着きませんね。まあ、反対側行ってた自分が悪いんだけど。ね、この一つのエリアでこんだけ広いってやばいよね。あ、もう着くのかな？そろそろでしょう。あ、ここだ、多分。ほら。それっぽくない？はい。歌ってんね。ご機嫌ですね。あー、やっと端から端まで来たな。いい冒険ができました。あー、これ下から見てたアルスだ。水田とかあるんだ。へえ。怪獣の体の中で水田を作って生きているって仲いいね。素敵やん。植物学レベル2。これ右にこう、右回転のがちょっと反応遅いんだよな。もうダメかな、コントローラー。気のせいでしょうか。まあまあいいか。戦艦の数も増えている。それにしてもヘンテコな形の船ですもん。むやみにアルスを改造することなく兵器として運用する。
自然主義のインビディアの特徴だな。紹介でもたくさんのインビディア戦を見たけど、スペルビアとは運用思想が真逆なんだよね。だからこそ争いも起こりやすいというわけですね。昔から犬猿の仲じゃったからの。はためにはスペルビアの方が印象悪いよね。ゴテゴテ機械をくっつけちゃってさ。はためにはな。じゃが当の本人は意に介しておらんじゃろ。あんだけ痛そうな改造されても。アルスは人と共にある、そういうもんやからな。わしなんて背中に小屋を建てられたり、尻にクレーンを刺されたり、七輪を抱かれたりしても文句一つ言ったことがないぞ。七輪は喜んでたじゃないか。あれは気持ちが良かったの。またやってくれんかの。今やったらアルスの丸焼きになっちゃうよ。確かに。人と共にあるからといって、あんなごちゃごちゃされても平気っていうのはなかなかすごいよね。まあというわけで、ウエストあるな、これ見とくか。何してんの？ドライバーにとっちゃ面白い話。昔ブースターを大量に積んだ船がアーケディアに向かう途中で沈んだ。グーラのラスカム離島の近くで、回収できる。ああ、ブースターを集めるには特殊な装備がいるんだが、裏通りのシーソーを沿ってのポンが詳しいから、うさんくせえな。俺にはドライバーの適性がないから教えただけ。試して血吹いたんじゃない？ねえ。まあ、というわけで、今回はこの辺で終了にしておきましょうか。で、まあ、次回はこの中を探索すると。なかなか広そうだよね。というわけで、本日はこの辺で終了となります。お疲れ様でした。